いやー、YouTube ライブね、見てくれた方は分かると思うんですけども、今日この動画ね、初めて見たっていう方ね、もうびっくりするでしょ。いつものクワチャンネルとちょっと違うから。すごくないですか、これ。実は、先週の金曜日か。金曜日の夜に、バースタジオ TV というね、僕の友達の YouTube チャンネルでライブ配信しまして、そのレトルトカレーを紹介したんですよね。お酒に合うっていう感じでレトルトカレー紹介しました。3つだけ紹介することになりまして、残り2つをねまだ紹介してないということで、この動画でちょっと残りの2つを紹介しようと思います。いや、すごいんですよ、このね、照明の感じとか。ちょっと本格的やね。ほんま、なんかあんまりいつものクワチャンネルとちょっと違うんですけども、早速始めていきましょう。クワチャンネルスタートです。クワチャンネル、さあ始まりました。クワチャンネル、こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。はい、バースタジオ TV YouTube ライブ延長戦ということで、本日、一緒に出ていただいてる、はい、バーサジュ TV の宮森です。はい、お願いします。コアチャンネルの視聴者の皆さん、はじめまして、宮森です。今日は、YouTube ライブの延長戦で紹介しきれなかったレトルトと、はい、プラス合うお酒をね、はい、ちょ紹介してもらおうということで、もう早速、はい、行きましょう。はい、まあ、前回はポークビンダル、うん、ネゴモ33さんのポークビンダルだとか、はい、ラムキーマカレーだとか、和牛入れすぎカレーとかを紹介しました。うんうん、で、本当にもうめちゃくちゃ合うんじゃないかという、はい、第2位ですね。まあ、1位を最後にお酒に合うカレーね。そう、第2位、はい、こちら、ででん、マライ風光美食さん監修のビーフルンダン。これね、多分めちゃくちゃ合う。宮森に食べてもらって、はい、それに合うお酒を作っていただきましょう。かしこまりました。それでは行きましょう。お願いします。じゃあまず宮森に食べてもらって、はい、いただきます。はい、ちょっとお酒を。でも香りすごいな。うん、香りがすごい。ちょっと甘い香りもするし、うん、スパイスの香りも。はい、いける、いける。あ、おいしい、おいしい。ちょスパイシーよね、ちょっと。うん、そう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 、わかりました。じゃあスパイシーなお酒をちょっと1本お願いします。お願いします。はい、じゃあね、うん、今回のカレー、お僕がおすすめするお酒は、はい、シングルモルトスコッチウイスキータルシカーの10年です。お、まあ、ウイスキーやねんけど、ウイスキーの中でもシングルモルトっていうジャンルのウイスキー。 OK。 で、結構癖のあるウイスキーやから。癖、癖ある、めちゃくちゃ癖ある。あ、じゃあそれちょっと楽しみ。はい、タリスカ、はい、ハイボール作りましたんで、いただきます。あ、うまい。うわ、癖癖すごい。合うと思うで、めちゃくちゃ合う。多分びっくりするで。いや、ほんまに盛りなしで。めちゃくちゃ合うわ。めちゃくちゃ合うやろ。っていうか、その癖が、うんうん、こうあんま気にならないね。そうそうそう、いい感じにこうマリアージュされるっていうか、こう、うん、調和されるやろ。すごい。まあ、これもどっちかっていうと、まあ、シングルモルトスコッチウイスキーの中で癖がある方で、うん、スパイシーなウイスキーっていうふうに、まあ、言われんねんけど、はいはいはい。まあ、苦手な人からしたらちょっとこう癖がこう、うわこれってなんねんけど、このカレーとはすごい合うと思って。めちゃくちゃ合う。これええやろ。うん、これ普通に結構どこでも買える。うん、タリスカーっていう。このココナッツの感じともすごい合うし、うん、この後から来るスパイスの香りと、もともとある癖のあるこのウイスキーの香りがすごいマッチしてるわ。完食。うまい。完食。完食です。完食。完食。やっぱビーフルンダンとこれね、タリスカ、この組み合わせ。これはスーパーとかは売ってる？売ってる、売ってる。あ、スーパーとかでも買えるんで。売ってるし、普通の街の酒屋さんでも売ってるし。うんうん。タリスカ10年。タリスカ10年と、はい、ビーフルンダン。ぜひちょっと合わせてお家でも。いや、めちゃくちゃ良かった。うん。もう本当、今度はもう第1位。第1位。めちゃくちゃこれお酒と合う。もうこれが一番合うというか、もう。お酒に合わせに作ってるから。あ、そうなん。そもそもお酒に合わせにいってる、
レトルトカレーはこちらです。じゃじゃん、晩酌カレー。もうほんま先に合わせに行ってるやん。そうそうそう、名前がね一応コンセプトとしては温めずに食べれる。なるほど。だからキャンプ行った際にこれ持って行ってお酒と行くみたいな。めっちゃええやん。そう、キャンプでお湯沸かしてなんやするのめんどくさかったらこれのもいけるけど、今日はまあ温めて食べようということで、はい、この晩酌カレーちょっといただいてみましょう。ありがとうございます。じゃあポケットカレー、ちょっとミヤモンに食べてもらってそれに合うお酒を、ね、これも香りすごい、すごいのよ。いただきます。どうぞどうぞどうぞ。美味しい。これでもちょっと甘いな。うん、そうそうそう、カレーとしてもね。え、めちゃくちゃうまいよこれ。そう、これはカレーとしてもすごいうまいよ。だこれに何を、やっぱ一番プロなのでバーテンダーの方にこれに合う。でもこれでも結構幅広く合うと思うな。これ多分、これすごい多分このクワチャンネル見てる方、食べられてる方多いと思うね、うんうん、だから家でこう一番これめっちゃしっくり合うっていうのを聞きたい方多いと思う。決まりましたか？一応もう、いい声普通にええんちゃうかな。お、ちょっとさっきさ、うんうん、YouTube ライブの中でこう紹介してる、はいはい、ウチローズモルトっていう、おー、はいはいはい、結構すっきりしてんねんけど、うん、その多分ね、まあ本当に汎用性は高いと思う。はいはいはい。でもこれちょっとブレンデッドだし、そのこのカレーを食べてる方が多いって言ってたし、うん、割とこう手に入りやすくて、お、まあ、一応これ日本で作ってるウイスキーだから、うん、っていうところでちょっとこれのハイボールを、おー、ハイボールでご用意します。よーし、お願いします。はい、ということで早速じゃあどうぞ。これです。はい。入れてるのはイチローズビーフホワイト。はい。ということで食べてま、あ、飲んでみようか先。いただきます。うま。うん。さっきも配信で飲んだように全然飲みやすい。うん。ああ。伸びてくるやろカレーが。すごない。いやこのさ。うん、後味がちょっと変わるやん。普通に食べただけじゃなくて、この感じがやっぱり、でもカレー好きな人めっちゃ好きやと思う。これこの味変するやん、ちょっと。おう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 、すごいなお前この感じで出せるっていうのがなんか、いやこんなになんか味変わると思わへんかったから。あ、うまいわこれ。今普通にカレー食べただけやったらカレーの感じで終わんねんけど、これ飲んだら美味しい。これやばいわ。口の中で広がるの、ふわーって広がるわ。わ、すごい。誰が飲んでも伸びやすいようにブレンドされてんねんけど、ここの醸造所のこのビーフホワイトのすごいところは、毎回こうブレンドすることによって味わいがね、アップグレードされてんねん。ほうほうほう、めちゃくちゃうまくなってる。ああ、そう言ってたね、 YouTube の配信でも言った。そうそうそう、後ろにこう番号書いてんねんけど、うん、この番号が変わるとこのバッジが変わるから、はいはいはい、味わいがちょっと変わるのよ。常に進化してる蒸留所で、実はねこれあの日本の、まあ、今日本にいろんなウイスキーの蒸留所できてんねんけど、うん、そのクラフトディスティラリーって言うんやったかな、その中で一番人気の国内外から人気の蒸留所。あ、おうおうおう。で他にもいろんなラインあんねんけど、うこういうね秩父蒸留、これはシングルモルトっていうねんけど、この辺は正直ねめちゃくちゃ手に入りにくい。おう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 。でもこれは割と最近は手に入りやすいから、ぜひこれに合わせて、多分ね今日のこのカレーもめちゃくちゃいいけど、うん、他のカレーも合うと思うね。後味がちょっと変化するっていうのが、うんうん、すごい面白いね。味変するから、うん、ぜひねカレーファンの皆さんもねウイスキーを飲んでいただいて、うん、多分好きな人多いと思う、うん、ごちそうさまです。もう完食して飲み干すっていう。早いなごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、というわけで今日ねちょっと合わせてもらったのはこのポケットカレーと、うん、イチローズモルトリーフホワイト、はい、いやちょっとカレー好きの方もねちょっとウイスキーとかに目向けてもらって、今日俺も本当に初めて知ったぐらい、はい、なんかすごい新感覚というか、後味のやっぱフレーバーみたい、口の中のこの香りが好きな方多いと思うから、うん、はい、ぜひぜひ合わせてみていただきたいと思います。ありがとうございます。告知あれ、はい、はい、バースタジオ TV というね YouTube をやっております。まあうちのチャンネルはね主に、うん、まあ、お酒だったり、うん、まあ、あと生産者ね、まあ、このイチローズモルトのベンチャーさんの生産者のところも行ってるし、うん、日本国内の生産者を訪れたり、あとまあ僕が好きな全国のバーのご紹介をしたり、はい、あとまあウイスキーのご紹介をしているチャンネルになります、はい、まあ、お酒にねちょっと興味あるよっていう方はぜひ一回見に来ていただいて、うん、いいなと思ったらぜひねチャンネル登録していただけたら嬉しいです
バースタ TV の年齢層と見てる方のね年齢層、はい、クワチャンネルの見てる年齢層、はい、すごい一緒なんで、はい、よかったらぜひぜひ覗いてみてあげてください。はい、はい、というわけで華麗に取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。じゃあ皆さんまた次回の動画でバイバーイ。